プの方を紹介していきたいと思います。今回の、エアポンプの方はちょっとコンパクトになったのかな、スパリーさんのエアポンプになっております。ちょっと開封していきます。よっ、すごいガチャガチャ言ってる。はい、すごいですね、しっかり日本語説明書の方がもうね完全日本語、で保証の方もついてるみたいですね。でこれははい袋でこういったでエアポンプなのでいろんなものを使えるようになってますね。でこれが本体、本体がはい、わーちょっと前紹介したものよりコンパクトになってますね。すごい、ここに電源とこれなんだろう、なんかいろいろ書いてるみたいですけど、ライトもあります。ちょっとこれをはい、ロゴついてる、何これ、バイクに貼った方がいいかな、いいか、でこれ、でこちらがホースで充電用のケーブルとで自転車用のね、アダプター、これだけでいく、これだけでいく、ほんまね、あまりね知識がないんですいません、という知識のない私が早速使っていきますよ。これね、すごいね、全部日本語なの。使いやすそう。ちょ、こういうのが嫌いなんで、すぐに剥がしちゃうタイプ。すごい親切丁寧な日本語取扱説明書。電動エアポンプということで、オートオフの機能もついてるそうですよ。この後ろにあるガンナーちゃんに空気をついでみたいと思います。で、ガンナーちゃんですね、実はね、買ってから、空気圧見てないです。思い出した。で、各部の説明があります。じゃあ、見ていくよ。ここにディスプレイがあります。電源ボタンがあります。で、これはライトボタンで、これを押すとね、ライトがつくらしいよ。はい、眩しいだろ、眩しいだろ。すごいね。何これ。あ、ピカピカ光って、SOS をお知らせするみたいよ。これがスタートボタンで停止ボタンでもあります。でこれはモードの切り替え、スタートと停止が一応ついてる。まあね、スタートして止まれなかった時の心配な皆さんのために停止ボタンがついてると思っていただいて結構でございます。で現在の空気圧も見れます、もちろん。ということで使っていきたいと思います。こちらが、そして、ここへ、セッティング終了。今これ、ね、充電の状況と、で、ここに、こう、出てるんですけど、多分これを押すと、ほら、見て、黄色になった。これ、キログラムって書いてありますね。待って、上になんかモードが変わってきてる。これ、車のタイプ。なんじゃこれ？ボール？自転車、これはバイクですね、きっと。で、これ、車。で、ボール。で、人なんだけど、よくわかんないけど。ね、これね、ごめんなさい、わかんないで使ってたんですけど、このね、人間のマークって、自分で設定できる数字らしいです。今回ですね、ガンナーに入れるので、手動の設定にしまして、フロント150、理想値みたいな、入れていきたいと思います。初めてなので分かんないんですけど。えい。で、普段はこんな表示になってるんですけど、これが今私が設定した数値。あと、あ、なんかハマった。ちゃんとハマった。今、95キロパスカル。今の150まで入れていきたいと思います。でね、
ここに設定のボタンの横になんかスタートボタンが一応あるんですけど、これを押していきます。どうなる？止まった。これで終わり。もうこれ外すだけ。どう？みんな、え、前のもそうだったけど今回のもね、簡単だね。あ、みんな見て、私でもできる、楽楽だよ。はい、来ました。でね、これ今130になってますので、175まで入れてください。えい、ポチッするよ。というような簡単な操作性になっております。もうあの規定値を入れればね、すぐにストップしてくれるところがね、最高にいいところだと思います。でね、あの注意書きにホースが熱くなるから気をつけてねって書いてあったんだけど、ちょっとね、やっぱり若干熱くなってるんで、ここだけは気をつけてください。綺麗に書かれた説明書がついた商品になっております。はい、商品の紹介をさせていただいておりますので、ご覧になってみてください。で、あの軽い、ちっちゃい、こういうところにもすっぽり入っちゃう、スパリーさんの電動エアポンプのご紹介をさせていただきました。それではまた皆さん見てくださいね。ありがとう。